友達とここで会う約束をしてたんだけど、どこにいるんだろう。もしかしてまだ来てないのかな。とっくに来てんぞ。いつ来たのか忘れちまったくらいだ。なんでこんなに遅いんだ。言っとくけど、お前が無駄にしたのはこいつらの時間だけじゃないぞ。俺の時間もだ。俺の時間。なんだこいつ。変な竜だな。いや、こいつ竜なのか。おい、初対面の人の前でその傲慢な態度はやめてくれ。タチーナが絶対に怒ったりしないと分かってるからって、調子に乗って失礼な態度を取っていいわけじゃない。へえ、知ったことか。一体何様のつも。おい、何するんだ。さて、こいつは閉じ込めた。みんな、すまなかったな。そこまでしなくていいのに。アハオはストレートな性格なだけだし、私は気にしてないよ。自業自得でしょ。毎回やられても全然学習しないんだもん。ふん。やっぱりムアラニちゃんももうついてたんだ。うん。途中で危険な目に遭ってないか心配してたけど、新しい友達ができたんだね。はじめまして、オイラはパイモンだ。旅人？へえ、ちょうどいい時期に来たね。今の聖火競技場ならきっと期待を裏切らないと思うよ。なんで一人で来たんだ。チームメンバーは？みんなはそれぞれの理由で試合に勝てそうなチームを探しに行ったよ。つまりまた見捨てられたってことか。団体戦をどうにかできたって、個人戦は結局自分の実力次第なんだけどな。でも私のチームにいたら絶対に団体戦で勝てるって保証はできないよ。団体戦の結果はほぼ5名の継承者次第だからね。絶対勝てるって保証できる人なんていないでしょ。自分にそこまでプレッシャーをかけなくたっていいじゃん。それにカチーナちゃんは自信がないだけで本当は全然弱くないってみんな知ってるよ。前回はあと3回勝てば旅順者の戦争に参加できたでしょ。なあ、ずっと聞きたかったんだけど、帰化聖夜の巡礼はナタ人が全員参加するスポーツの大会みたいなものなんだろ。じゃあ旅順者の戦争ってのは何なんだ。前者はあくまで武闘大会だが、後者は本物の戦争だな。相手はナタの永遠の敵、アビスだ。ここにもアビスが。待てよ、それじゃあ帰化聖夜の巡礼の勝者の報酬は戦場に出ることなのか。そうとも言えるかな。だから旅順者の戦争なんだよ。部族の間で競い合って選び出された最強の戦士はアビスを撃退して私たちの故郷を守る。それが物語として記録され末永く語り継がれる。それがナタ人にとって最高の栄誉なんだ。まあね、でも戦争に危険はつきものだし仕方ないよ。アビスと戦うのが私たちの義務だけど、無事に帰ってこられるようエンジン様は祝福を授けてくれるの。人を生き返らせる半軍の歌だよ。半軍の歌？生き返らせる？そうだよ。だからそこまで怖くないはず。それに前に進む勇気だってもらえるしね。とりあえず登録の手続きを済ませよう。もうあまり時間がない。待って、カチーナちゃんはどうするの？まさか本当に一人で団体戦に出るつもりじゃないよね。オイラたち手伝ってやりたいけど、ナタ人じゃないから参加できないみたいだ。大会に他の参加条件はないし、団体戦のチームもかなり多いから戦況は混乱する。どんなに強く経験が豊富な人でも
順調に行く保証はない。だが人が多ければ助け合える。人数は多ければ多いほどいいはずだ。ひらめいた。じゃあこうしよう。登録するときに旅人たちに特別な資格を与えてくれないか聞いてみるの。まあ多分無理だよね。でもどっちにしても今回私のチームはちょうどメンバーが少ないから。まさかお前のチームメンバーを俺に託す気か。ご明察。どうかな。君って強いし、君のチームに入れるのはメンバーにとってもいいことだと思うよ。俺はそれでいいが、お前らが二人だけになってしまうぞ。二人と一人は全然違うよ。それに私たちが力を合わせるんだもん。ナタに来たばかりのお客さんにだって二人と一人の違いはわかるでしょ。オイラたちに聞くのかよ。ひひ、そういうことならオイラにもわかるぞ。確かに一人と比べたら全然違うよな。でしょ。我々は一人で戦ったりしない。そんな言葉だって昔から受け継がれてきたわけだし。でも足手まといにならないかな。何言ってんの。ナタ中を探し回ったって私たちに勝てる人なんてそうそう見つからないでしょ。モアラニちゃんは自信家だね。おかげで私もちょっとだけ自信が出てきたよ。はあ。でも古名の継承者二人がチームを組むのって珍しいから、きっと臆病者だと思われちゃうね。別にいいでしょ。ルールで禁止されてるわけじゃないんだし、他人の考えなんて気にしなくていいよ。それにこんな状況じゃそうするほかないでしょ。じゃあ元のチームメンバーへの説明は任せたぞ。そういう面倒事は得意じゃないんだ。わかったわかった。ちゃんとしとかないと私も安心できないしね。エントリーのとこで待ってて。終わったら一緒に行こう。ここだ。ムアラニを待とう。ねえ、入ってきた時入り口に旗があったでしょ。そういえばあったな。あれは部族の旗なんだよ。私たち小玉のこと他の5つの部族が今のナタを形作ったの。なぜ急に紹介し始めた。ちょうど暇だからね。ナタを紹介してあげるって約束したからにはちゃんと守らないと。なるほどな。俺の部族はカガリギの民だ。高い山の上にありユムカリュウと親しい。仲良しのモアラニちゃんは流線の州の人、海辺に住む部族なんだよ。風景がとっても綺麗で美味しい魚もいっぱいあるんだ。あとは火翼の集い、名園の主、豊穣の国の3つ。帰化聖夜の巡礼が終わった後、機会があったら連れて行ってあげるね。いいじゃんいいじゃん。流線の州を代表して歓迎するよ。どうせ今は族長もいないしね。まあ噂をすればもう戻ってきたんだね。うん、伝えてきたよ。不思議なくらい順調だった。キーニチの名前って本当に役に立つんだね。メリットしかない代替案だと思ってくれただけだろ。どっちにしたって同じでしょ。君自体がメリットなんだから。とにかくお待たせ。早速エントリーしよう。こんにちは。登録の手続きですね。ええ、でもその前に大会に興味のある旅人が二人いるんだけど、その人たちも参加できないかな。申し訳ありませんが、ナタの人間にしか参加資格がありませんので。
そこをなんとかできない？彼はすごく有名な冒険者で腕は問題ないよ。観客たちもきっと強い人が見たいでしょ。そんな単純な話ではありません。あなたにとってはただの特例でも、我々にとっては今後出てくるかもしれない無数の例外の先例になってしまうのですから。キカセイヤの巡礼には最強の戦士を選抜すること以外にも、戦闘で核蓄の炎を集めるというもう一つの使命があるのです。核蓄の炎は聖火の一部となります。聖火が消えない限り、ナタがアビスに侵されることは永遠にありません。そういう役割もあったのか。ああ、それこそがキカセイヤの巡礼を始めた目的だったそうだ。だから参加者は全員勝っても負けてもナタを守ることに貢献している。参加自体が名誉なんだ。ええ、キーニチさんの言う通りです。そして核蓄の炎はナタ人同士の戦いでしか生まれません。外部の人間が関与すれば、炎の生産量や成果の最終的な燃焼状態に悪影響を与えてしまいます。なるほど、やっぱり核蓄の炎が理由なんだね。大丈夫、私に任せて。最高の観戦席を用意してあげるから。やったぜ。観客になるのもより旅してる感じがして悪くないよな。でもなんとなく何か引っかかるような。あ、そうそう、それだ。死んでも生き返れるならみんな一緒に戦いに行けばいいじゃないか。どうせ復活できるんだしさ。これほど強い力には制限があるものだ。まず反魂の歌は古名の継承者にしか効果がない。普通の人はキカセイヤの巡礼で勝ってもアビスとは戦わないんだよ。それでも勝てばアビスに勝った人々と同じ名誉が与えられる。これはみんなを守るためなんだ。それからもう一つ、とっても簡単な条件があるの。一言で言えば勝つこと。勝つ？敗者は戦火の灰に、勝者は再び燃え盛る。アビスに勝たなければ復活の資格は手に入らない。失敗すれば死ぬだけでなく、古名も破壊され、二度と継承されなくなる。なぜなら敗者の物語は時間とともに忘れ去られるからだ。それでは存在自体を維持するのが難しい。そうだぞ。だって勝ったなら用はないだろ。普通負けたやつを復活させるもんじゃないのか。ううん、これはチーム単位の話なの。例えば5人でアビスと戦ったとしたら、たとえ悲惨な戦況で4人が犠牲になったとしても、残った1人さえ無事に帰ってくることができれば反魂の歌は効果を発揮できるってこと。勝てた時点でそれはきっと心に刻む価値のある戦闘だったはずだからね。もちろん勝つには十分な実力を持ったチームを組まないといけない。失敗の代償は非常に重いものだからな。キカセイヤの巡礼の初戦が団体戦なのは、一人で行動するなという忠告でもある。我々は一人で戦ったりしない。単独行動する者は負ければそこで終わりだ。戻るチャンスなんて二度と与えられない。どっちにしたって危なそうだよな。その言葉は訓戒だけど励ましでもあるんだよ。みんなで挑んだってもちろん危険はあるけど、それでも私たちは永遠に手を取り合って前に進む。戦いに向かう英雄はナタの全ての民とエンジン様に支えられてるの。それにアミスは特定の敵ってわけじゃない。普通私たちはアビスがもたらす災害や異常現象に対応するだけでいい。俺は戦いで死に、大霊の国でしばらくさまよっていたことがある。なかなかない体験だった。大霊の国？ってことは大霊って本当にナタのどこかに
に存在してるのか？どうだろうな。その国は普通の方法で行ける場所じゃないし、大霊と精神的な交流ができるのもごく一部の人だけだ。大霊の存在する場所は八神の国と呼ばれ、肉体と魂、生と死の狭間にあるとても不思議な場所なんだ。観音の歌がお前を助けたのはこの世で一番がっかりすることだったな。お前に逃げ出されたことは俺にとって一番がっかりすることだった。なんだと！この偉大なる聖竜ググルアハウに暴言を吐くとは、今に見てろよ。はいはい、紹介に喧嘩と忙しくされている間に登録の手続きが終わりましたよ。よく知る皆さんですから、あっという間でした。あとはネームカード通りにメンバー登録するだけです。ホテルで休まれるといいでしょう。今夜の食事と宿泊は規定通り無料となります。やったー。言い忘れてたけど、明日の試合が始まるまでホテルの食事や遊びは全てエンジン様のおごりなの。友達を呼んでもいいってことになってるから招待するよ。さ、行こう。存分に楽しんじゃおう。